これがトラクターでしょ。うん、これトラクターですよね。うん。で、田植え機で、これがコンバイン。これが田植え機で。で、その、この後ろもトラクターで、あの後ろがコンバイン。あ、これ収穫するやつや。はぁはぁはぁ、見たことある。ここで、その稲の種まきをこの機械で種まく。この機械で。あー。散らかしっぱなしで、ネズミ食ってこれ種まく。あ、そうなんや。これが全部この稲の箱。あ、これが。これが全部、これで大体3500枚くらい。いい量やな、これ。やばいですね、この量。へえ。あ、これに乗せてここに乗せんね。あ、植えるんやね。はい。あ、うちの親父。あ、こんにちは。ヨマキキュウリの苗。これがどんどん長谷淳さん見てる。あ、なるほどね。これは今度そこに全部植えるんですけど。はい。来週くらいに植えられるか。来週には植えられるな。今一回動かさないとダメだから。うん、っていうこういう苗管理とかは、はい、父ちゃんと母ちゃんがやってる。へえ。俺はもう大きい作業、力仕事は全部俺やって。なるほどな。完全分業制。へえ。元も昔からやられてるんですか。そうだね。へえ。昔からつったって10年くらい、15年くらいは届き見てるんだから。え、あ、そうなんですか。あ、お仕事で。俺の方が先に農業始めた。親父は30からだから。ああ、そうなんや。今くらいから始めたの。へえ、あ、そうだったんですね。あ、そうか。東京にいたから、まあ、次男坊の用なしだったから。そんなんじゃねえだった。あ、そんなんはうちまで打ち立ててしまったから、兄弟全部が出てったのみんな打ち立てたから、帰ってこねえから。あ、そうだったんですね。俺ばっかあふらあふらって言いたから。へえ。なるほどな。世の中いろいろあって。いろいろ、確かに。人生長いといろいろありますよね。もういい加減、飽きてきた。今度まだこのトマトをずらさなきゃ。これも普通のトマトの、この後植えるトマトの苗で。あ、そうなんですか。すいません。ほんとちっちゃいやつ。まだまだ。まだまだ。これはトマトの苗ですか。トマトの苗。へえ。もう全部種から自分らで苗作りやっから。あ、そうなんや。種まいて。これを一回こうね、こうやってずらしてこう根っこアップした。したら根っこあっからこれ。ああ、ほんまや。ね、これを一回動かしてくれると、はい、気がすまん。ああ。ボーボーインに育たないんだ。はいはいはい、はい。一回押さえられるから根っこ切られるから。うん、なるほど。でこれがある程度大きくなってくると、そう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 。あ、なるほどなるほど。もう少し木ががっつりしないと、はい、この器あるじゃない、これ器。あ、はいはい。この中に根っこが全部入るように、ここに出るの、ほら、これは中に入る。あ、はい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 、はい、土を求めて。あ、なるほどなるほど。そうそう、もう根っこでじっから、あとその頃になって上でいいの。へえ。それまでにやっぱりいろんなことやらないと、こういう細かいことじゃねえか。なるほどなるほど、うん、面白いですか農業は。面白いってなんだろうな。やることは同じだから。ああ、そっか、毎日繰り返しですもんね。でも東京に15年ぐらいおられて戻ってこられて、やっぱこういうのやるっていうのはまた全然違う世界だったんじゃないですか。うん、全然俺デイケアだからもと思った。ああ、そっか、うん、はあ、やっぱ最初抵抗ありました。いや、そんなのねえな。もともとほらやんね、見てて何にも知らねえわけでねえから。ああ、なるほどなるほど。育った時はもう生まれたらじゃここだから。はい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 、そうですね。何か見てたからなんとかなん、うん、トマトってこんなもんだと、はいはい、キュウリってこんなもんだと。ああ、そっかそっか、うん、だから
花見でこれなんだって言われたって分かる。へえ、あーなるほどな、全く、うん、ゼロからじゃないですもんね。普通の人出戻りではそんなモデルばっかりは分かんねえからこれなんだって。まあ確かにそうやわな、うん、お父さんが見て息子さん頑張られてます。そうだね、うん、期待されてます。どうだかこの間これからどれ。ああそっかそっか、もうぶん投げだってすごいこういうことできるようになるまでには大変だべ。まあまあ確かにな、はい、うん、力仕事ばっかりやれるだって、機械に乗ってる仕事ばっかりできだってこういうことできねえでは、うん、どうにもなんやから、うん、そうですね、地味な作業は大事だったりしますもんね。そうなんか農業はね、うん、一つ一つだから。そうですね、うん、金まくったってこれな、ここに一粒ずつだから、これ並べといて、あそっか、まあバラバラと巻いてこれを、まあ、もうこうやってやっと、うん、あの今度移植すっことねえから。ああそうか、ね、なるほど、うん、こういうとこに巻かれて、これなんか、うん、向こうのトマトなんかあそこの土にこれ細かくこのトマトの種を巻いて、そこからここに移植したらから。すごいな、うん、ものすごい地道な作業ですね。でもそうなってくると、そうだね、米らが大きくなるのと同じだ。あーもうちっちゃい田の前だっていつかにこんなでかくなるんだから、こんな土の前だって。そうですね、確かに、うん、はあ。何倍なのか分かんねえよ。何千倍何万倍なの。ここにキュウリの山ってこれなんだよね。これ何ですか。キュウリの種。キュウリの種、うん、へー、これヨマギキュウリの種。はぁ、ね、へー、これ、ね、同じ種、この種はここにしかねえから。あーね、おっしゃってました、うん、長谷城さんが、うん、だから冷蔵庫に入れといて、ここで冷蔵庫に入れることが次の年も芽が出るようになるから。ちょっとあの取ったてあのどんなにどくど取り投げさんになって終わりだから。あそうか、うん、お父さんが見てこの会津ってどんな地域ですか。え、どういう意味で。まあ魅力も含めて、あれは我々多いから、こなんだべな、酒が見どこがそれだけだな。俺にはお酒美味しいですか。だけど、うんうん、ここの酒は俺が言わせれば、うん、甘口だから。ああそうなんや、うん、逆に関西の酒の方が俺は好きだ。へえ、辛口が、うん、へえ、うん、あそうなんですね。日本酒だとまあ産後飲んだらダメだの、甘くて。ええ、はあ辛い方が、うん、きつかったら辛い方がいい。なるほどな。あの日あの甘いのは後引かねえから、辛いのは後引くから。うーん、俺みたいなのんべえはどっちかといえば量質より量だ。あーそっかそっか、一杯飲むと俺が3杯とか。なるほどね、味分かんねえから。だけどこっちの酒はだ甘、俺に言わせたらくどいんだ。うーん、あっさりでねえんだ。へー、そうなんや、うん、好みが違うんですね、うん、伏見の酒はあっさりしてるから。伏見、あ京都の、うん、ああそうか、あと灘のもそうだな。あ神戸のね、うん、うん、あの辺酒蔵多いもんな、うんうん、まあ、俺会ったこと言ってるから分かんない。ああそっか、うん、日本国中飛んでるって言うたから、山の中から海の中から電気屋だからしょうがない。ああそうか、発電所とか船とか陶器とか、そういう電気屋さんやね。そうそう、そういう電気。なるほどなるほど、うん、家電とかじゃなくて、ああいう電気じゃない。ああそういうこと、ね、あんな細かいことやってるんだ。なるほど、この仕事は、うん、細かいですけどね。細かいけど、うん、そんなにそれほど細かくねえから。あそうなんすか。うん、巻いたら巻いたら巻きっぱなしだから、目が出る。ああなるほどなるほど、巻いたからどうのこうのって言ってねえから。うーん、だからトマトできたとしたらトマトだってピンから切るまでやべえ。そうですね、うんうん、丸のから三角からねじりました。ね、うん、
ただ売るのは三角ダメだ、丸いのあるだけだって。このキュウリは食ってみると本当にうめえよ。いただきました、さっき、うん、丸かじりさせてもらいました。全然違うぜ。違いました。確かに青臭さとかね、うん、あの苦みっていうんですか、うん、えぐみっていうんですか、うん、キュウリ特有の、うん、がなかったです、本当に、うん、食べやすかったです、すごく、うん、だから高いの、ね、そういうわけで作ってるわけでねえけど、俺は純一に、うちの息子が純一に頼まれて作ったの、うん、あで直売所に出したりそしたら結構売れっから、じゃあ作るかって。ありがとうございました、すみません、お邪魔しました、うん、手止めて申し訳ないです。また来てください。はい、すみません、また遊びに行こうとします。次はお酒でも、はい、すみません、失礼します。足気をつけて、それね、引っかかっていいから、はい、足が。はい、だなこの草がいらん。それ何じゃんすか。これ、うん、ちょっと臭いだからちっちゃいうちに草を叩く。ああ、なるほど。ちっちゃいうちに草をいじってやっと、はあ、入れなくなったら。あ、そういうことか。あとは機械入れっけど。うわ、これネギですね。これはうちの主力商品のネギ、長ネギですね。まあうちのは、まあ去年ですけど、トロネギって言って商標登録取ったんですけど。はい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 。まあ太くて長いネギ、1本 300g 以上。まあ一発目は秋は霜降りネギって言って11月から、はいはいはい、霜が降ってやっぱ寒くなってからだと味がギュッと締まって甘みもすごく増すんですよ。なるほどね。水分も多くなって、でそれでまず1回目霜降りトロネギっていうものになって、うん、その後雪が降るんですけども、うん、雪が降るともう今度雪の下になっちゃうんですけども、はあはあ、雪の下でまあ2週間くらい熟成ですかね、1月中旬くらいまで、はいはいはい、まあ、雪の、まあ、年々まあ変わってるんで雪の量にもよりますけど、それで雪下になったら今度ねすごく甘くてさらにみずみずしい、へシャキシャキっていう雪下トロネギ、まあ火加えるととろっとするんですよね。うーん、天ぷらで食ったりとか、なるほどなるほど、やるとすごく美味しいネギがまあ本当雪下トロネギって形で、まあ雪が溶けるとこの中から新芽が出てくるんで、はいはいはい、新芽っていうかまあ新しい芽、新しい芽なのかな、うん、まあ、それが出てきてすごく柔らかいんですよね。うーん、見た目は悪いんですけども雪下ネギも、ただ味だけはもう絶対保証できるもので、うん、それはまあ越冬トロネギっていう形、へえ、まあ、それはそれで販売してるんですけども、はいはい、まあ、まあ個人でまあその東の食の会っていうところに参加してるんですけども、そっちのブランドブランディングとかそういうのを学んで成果として、まあ、去年の11月かな、トロネギっていう名前で商標登録取らせていただいて、まあ今年そういう、今年は先、去年のシーズン、まあ先シーズンですかな、それはそのネギをそういう形でブランディングして販売することができて、まあそれがこのネギですね。まああっちこっちネギ全部あるんですけども。やっぱこう会津って、あれですか、ネギは盛んなんですか、生産は。いや、そう全然なんですよね、それが。へぇー、まあ、隣で作ってる人もいる。ここのネギはやっぱ一番ネギ作り上手な人なんですけども、へ、まあ、それでもネギはなんかみんなあんまやらなくて。あ、そうなんや、まあ、今後これがね、雪下ネギとかってやってね、すごくブランディングされてね、会津のネギってなって有名になれば、ネギって他の作物よりも比較的作りやすいんですよ。へぇ、ハウスが必要なわけでもないし、路地だし、はい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 、管理作業もそんな難しいもんでもないので、なるほどなるほど、だからそうすれば新規参入する人たちも作りやすいし、だからこれをやっぱ、まあ、俺と頑張ってみようかなと思って、これで盛り上げれれば会津のネギ、でみんなやろうよ。なるほどな。今やと会津の何々っていうと何なんですか。会津、まあ、会津で一番今の会津のアスパラじゃないですか。あ、アスパラか、なるほどな。会津アスパラ、まあ、あとは会津だと南郷トマトとかもありますからね。あ、トマトか、はい、そっかそっか、はいはい、まあ、あと面積的にやっぱ米が一番、会津盆地があるんで、あ、そっかそっか、米が一番大きくほぼ面積を占めてるところ、確かになりますね。へえ、すごいな。会津の主となるのは米、米とトマト、
アスパラ、キュウリですかね。あ、これが有名どこじゃないですか。この蓋がね、取ってやんないとね。今サンダルだからあれだけど、本当は旅でこうやって歩いてるんですけど。へー、こうやって蓋が。いやでもね、今聞いてたらね、単純にこういうトロネギ、まあ、会津のネギ、はい、っていうの で、まあ、そういう思いもあるじゃないですか。はいはい。それは何がそうさせるんですか。なんか会津が盛り上がってくれたらいいなっていう思いがあるんですか。だって仲間いたら楽しいよね。あー、やっぱネギやりだして。そう、一人でこうやっている仕事は好きだけども、うんうん、やっぱね、こうやって畑で喋ったりとか、農業の会話できる人もいねえと申し訳ねえじゃないですか。あ、確かにな。どこ行って、あ、誰がいた、どう思うなんつって、あ、飯食いくかなんつってなるのもね、一人で飯食っても申し訳ねえし、一人で酒飲んでも申し訳ねえから。そうだね、うん、仲間多い方がいいもんね。そう、サラリーマンでは日にち合わねかったりするけど、はいはいはい、じゃあ雨の日みんな休みだから、じゃあ昼間から風呂入りでも行くかなんて言えんじゃないですか。そうだな、農業の魅力を伝えて、農業をみんな、農業に道連れにしたい。そうか。だからやっぱりこういうネギも自分なりにブランディングして。そうですね、まあやっぱそうやって利益も上げないとね。ああ、そうか。今自分なりの生きる道としては、うん、だって他のね、あの、まあどこに行ってスーパーとかで見てってもこのネギはなんでこの値段なのって思うものいっぱいあるんで、あ、俺らが作ってるものが間違ったものだったらしょうがねえなって思うけど、確実に見て俺らのものの方がいいものなんだから、うん、じゃあそれをちゃんとそれに見合った金額にしたしないといけないし、そうだな。それをやっぱ悪いものをよく売るんじゃなくて、いいものを妥当な金額、正当な金額で売るっていう、やっぱ安い。安いっすね、まあ、妥当じゃないっていう感覚があるっていう、そうそう、手間もかかってるのもそうだし、うん、普通よっか 1.5 倍手間かかったら 1.5 倍の金額していいわけじゃないですか。そうよね、普通はね、うん、だから農家ってやっぱそのどれだけの資材と時間をかかってるっていうその生産コスト、まあ、分かってないじゃないですか。だから会社にいてその生産コスト、うん、部品一つにどれだけの材料代と時間がかかってるか、これが金額だっていうのがまでやってきたんで、うん、それをまあ今後まあ、経営してるうちで、うん、だこの畑にどれだけの苗が使ってどれだけ植わってると、肥料なんぼ使ったら最低なんぼとんねえど、うん、そっからが黒字だと、そうやね、うん、なるっていうやつをやっぱ計算していかないと経営ってできないから。確かにな、銭勘定だけは避けてるようでね、うん、大事なとこですかね、それは。まあそれが仕事っていう、うん、確かに。じゃあそしたら次は、はい、はい、まあ、あと宇治は次アスパラとトマトもやってるんで、はいはい、そっちの方行ってみますか。はい、お願いします。あっちハウスの中、ムレムレだ。まあ、ここがこの ICT っていう機械で、今水パワーオンだからオンになって、はい、今止まったけども、うん、ここがつくと水が来る、つくと水出てますよ、溶液って、はいはい、液肥出てますよ、はいはい、1番のラインに水いってますよ、2番のラインに水いってます、3番、4番っていってますよって自動で水出るようになって、あ、水を自動に出してくれる機械。もう、そう、単に行くなった。だからここにインターネットももちろん来てますし、はあ、こんなようなやつです。これを導入しようと思ったきっかけは何だったんですか。誰もやってねえからって、アスパラでは。アスパラではね。だけどやっぱこういうなるほどやって楽できんじゃないですか。あ、なるほどな。いいものもできるし。あ、そうか、自分で水を定期的にあげなあかんのを、そうそうそう、設定だけしてたらやってくれると。まあこのハウスに入ってて、今屋根剥がってから、これも屋根加減なんねんすけど、はあ、このところ全部ビニールハウス、はあ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 、になってて、今アスパラも立径ってこう伸ばしてる時なんですよね。あ、収穫が一旦春の収穫が終わって、うん、まあ今収穫終わってこう垂れてる状態で、ここでそのセンサーが足りなくなると自動でくれる。今度ハウスしてしまうところ雨が入らないんで、ちょっと足り分を自動で、ここにこう地下を通ってきてんのやつ、ケーブルが、あと水も全部自動で、へえ、今全部途中なんで、まあ地下作りなんて用品ができたら全部ハウスかけたりとか、あ、上ね、そうそう、これ堆肥なんですけど、これも全部
アスパラのとこにかけなきゃいけないもみ殻、これ米の殻なんですけど、もみ殻って、これ堆肥全部かけて、ここは露地、まあ、ここもハウスにするんですけど、あ、そうなんや、まあ、すごく半端な状態になってるんです。やっぱハウス、アスパラはハウスの方がいいんですか？全然いいですね。もう半分以下に抑えられるんで、消毒少ないんで。あ、そうなんや。雨が当たると病気になるからって消毒するんですけど、ハウスだとあれなんで、まあ、あとここはうちのトマト、なってるところ、まあ、大玉トマト。いや、ほんまやほんまや。こっちの方が早いかな。今、大玉トマト、今収穫したから、うちのトマトなんですけど、あ、ほんまや、綺麗トマト、振ってみます、はい、ちょっといいですか、どうぞ。の消毒とかしてねえからそのまま食えます。もう甘いトマトが好きなのか、いただきます。いや、僕トマト全般好きですね。あ、そうだ、うまい。ここもトマト、うん。で、ここがまあ間にネギ植えて、ほんまや、隙間があれば何かしら植えるって、へー、すごいな。で、今ここプチプヨってミニトマトのハウスなんですけど、まあ、これから今母ちゃんが、うちの母ちゃんがこう料理産業、こんにちは、マダブくんの紹介、佐々木マダブくん、はい、岩手のお邪魔します。いろんなものを送ってもらってます。ああ、そうなんですね。カキとかネギを食ってトマトを食ってトマトを今何されてるんですか？今は何されてるんですか？これ紐をね、今度つらなきゃいけないの、今度。ああ、そっか、順番がね、あれだから少しでもこう、やっとかないと。もっと早くやんなきゃいけないんだけど、上をやってもらわないと。今まだこれ、棒と貼っただけだら、こう落ちないように上に針金でやんなきゃいけないんだけど、あ、でここに糸全部貼ってやんだけど、ちょっと今、あの手が回ってなくて、基準がね、ずれてるけど、いくらでもやっとかないと。まあ、それでも物になっから、うちは。そう、ほら、こうなってるんですよ、これ。なかなか手が回らなくてね。あ、忙しいって、あんまりいっぱいやりすぎても困るんだよ。やる気満々ですからね、息子さんね。それはいいの。ね、本当にね。けども、やりすぎないように。お母さんどこ、こっちですか？会津ですか？あ、そうなんです。会津の山の中。山の中がレンガで、こんな農家で来ちゃったの。全然農耕もないもやったことないんだけど。あ、そうなんですか、うん、へえ。お父さんさっきちょっとお話しさせてもらったんですけど、うん、東京15年ぐらいおられたんですよね、うん、ね、大変ですよね、東京15年おってこっち戻ってきての。なんか大変っていうのはその人の本人の考え方次第ですね。確かに、それは全ての答えですね。いや、それ確かにです。うん、やっぱりとりあえずやりちくって農家やったわけじゃねえからな、うん、だからやっぱ仕事が雑だ、雑だし向いてねえんだ、その辺の心構えがやっぱ全然違う、なんともやる気がね、もうね、まあ、感じられないな、感じない。カズヤスがやったからもう自分は引退したいって難しいところにいるんだね。あー、稼いでからね、引退するんだったら、体もちょっと体調あれなんだけど、うん、やっぱね、手抜きすぎだな、その辺がちょっとね、もっとしっかり仕事してもらえない。いや、まだまだ引退するには、隠居するにはまだ早い、うん、しっかり仕事してもらえない。こうやってやってて好きだから今になって、うん、うん、やってる、まあ、なんかやってるっていうのがまた元気な源ですしね。そうそうそう、なんか専用になったら余計またね、うん、とはよく言いますけど、で、僕もよくうちのお袋とそういう話をします。いや、動いといた方がええでおかんっていつもね、やっぱりみんな言いたいこと言ってるから、いや、それが一番じゃないですか、家族って。なんか僕はそれ好きですけどね、うちがそうなんで、うん、多分君な、うん、弟がいるんだけど、はい、うん、弟が、うん、やっぱ周りの話聞くと、うちいち全然ね、無言だなって人もいるしね、うん、うちはまあ、うるさいくらい、いやー、言いたいだけ言って、怒ってるわけじゃねえだけど、あー、夜霧になって静かになってニュースみたいになんかするのが私のホッとして一人の時間いいなと思って、うん、あと畑に来て、うん、ここに一人で仕事してる時、いや、やっぱ一人の時間って大事ですね。そうだね、うん、使ってこうやって生きてきた、みんな好き勝手やって
ってて、まあ、片石さん一生懸命やってるからね、うん、すごいですよね。でもね、息子さんよく頑張ってはる、本当に。いや、頑張っても、うん、ねえ、お金稼がんなんねえからね。いや、まあね、やっぱ少し、うん、まっすぐ見過ぎないで、少しずつ、うん、こう周りのことも考えながらやんないと、うん、な。大川さんの気持ちとしては、うん、親心としてってことですよね。そうだね、うん、であとはもう やりすぎてもこっちがね、早出すから待ってろ、従業員雇うだから、私行くばったら、あー、まあね、従業員雇うだから、うん、あと3人も4人も従業員雇って、まだやり直し聞くから、まず働けばどうにでもなるから、仕事やんないことにはダメだから。いや、それはだってやっぱこう踏み出してるっていうことが希望があるじゃないですか、うん、ねえ、やっぱ佐藤さんのやっぱやってることってそこにあると思うので、まあ、ただ時間がちょっとかかるものかもしれないですけどね、うん、でもただやってるのはもう夢中になってやってても、うん、楽しそうに農家やってるから、そうなんですよ。だからもう、なんていうの、その辺に植えてんのもさ、おもちゃで遊んでると同じなんだよ。うん、俺のちっちゃい時のまんまだから。そう。ね、うん。だからタオルでも何でもこう曲がって植えると、うん、それがもう面白そうにやってるから苦になんない。おもちゃおもちゃ。ねえ、うん。そういうとこいいと思うんだけど。いや、本当ですね。だって農家って言うと頭から泥んこだなんだ汚れるって、それで嫌なんですよ。年いってくるさ、結構農家やって楽しいって人もいるじゃん。あ、いますね。だからそれからじゃ遅いんじゃん。そうだ。それはそれはそうだけどさ、動けねえんだから若いし、それがこうやり方が多分だから、多分若くしてやる時の意味と、ねね、年齢いってからのやる意味っていうちょっと違いがあるっていうね、うん、だから農業はいろんな側面から入れるから、うん、っていうところの違いかなと思いますけど。よパッと見た時、農家って大変だな、よくやんなって、よく周りの人が言うけど、まあ確かにね、うん、やってない人はそう思うかもしれないですね、農家って別なもんでもねえと思うけどね、みんなやってる仕事と同じだから、うん、やってることには。そうだから、多分身近にあるからそう思うんですよ。例えば大阪でねやるって言ったら、ってみんなびっくりするっていう、その多分誓いはあるじゃないですか、うん、土地柄とか、そうね、やっぱ地域性もあるし。私も嫁に来た時、うん、よく周りの人からよく農家に来た。もともとお母さんは会津で山の方だけど農家さんではなかったんですか。家庭菜みたいな農家やってたけど、うん、あ、そうなんや、あ、そうだったんですね、うん、だから私も都会に少し行ってきたから、あ、うん、お化粧してきれいにしてたんだよ。女性としてね、やっぱり。若い時はそういう経験してきたから。ああ、そっか。うん、そっか。その世界とは真逆な部分もありますもんね。うん、綺麗な格好して、ね、スカート履いて都会をこう歩くのと、ね、農家でこう、ね、はんぺん履いてあるのはちょっとね。そうそう、うん、な、綺麗にはしてたんだよ、昔。想像したり。子供たちにはそういうこと、昔のことどうのこうのって言わないしな。あ、興味もねえから。まあね、息子としてはそうやね。うん、男の子とかそんなこと言わないけど、だからやっぱな、自分に合ってみて生きないとね。いやー、それが一番ですよね。それが見つけれたら。見つけれない人が大半なんで、やっぱり、うん、だから今みたいな、ああいうね、うん、あれが多いんじゃない、事件だなんだって。まあ多いですね、今ね。そんなことはもっと手本で一個で一回やってもらえる。なんだ、掃除しろって言われてたけど、怒る。だから怒られに慣れてねえだな、うん、怒られてもしかねえな、知ってる。それはあると思うね。怒られてばっかりだ。誰に怒られてますか。親父に。どうせ親父に怒られて引っ張ったかっちゃなんだって、あの仕事すんねえで、ほんとに。なあ、その上のじいちゃんもいたから、うちは。ああ、その頃ですか。大家族、その上に、ばあちゃんの上にもう一人いたんだよね。へえ。小さい時。へえ、あれだけど、まだやるしかないんだよ。一生懸命やって、今頑張ってく。やってっぺ。うん。お母さん元気になるしな。少し、もう少し。家、家の倉庫建てっから待ってろ。もう、そこ、大きい倉庫建てる。倉庫で5点建てんだから。いや、心強いですね。うん、お母さん5点いらないの。5点いらない。何がいります、お母さん。ちっちゃいのにね、部屋でいいの。もう年取ってからね、何にもいらない。何もいらないですか。うん、あ、そんな欲、そういう欲はない。もう息子さんが頑張ってたらいい、それで。そうだね、それそれだもん。私ら自身あともう限られてる。いやいや、それはないですよ。だから、うん、これからですから、常に。い
いいや。いいや。小さいうちでもね、食べてもらえば。ああ。どうせ食べならできるもんいいじゃん。ね。そう兼ねる通だから。うんまや。それでちょっと好きなようにや、家に何かやってれば、お母さんも。いや、いい親子や。いや、言いたいこと言い合えるっていい親かなと僕いつも思います。いいことだな。だから私もまずつばって言わないと、もう親子だからな、性格それぞれ分かってるから。いやでも今日ずっとあの豪華社さんとお話してて、お母さんとお父さん見て分かりましたよ。やっぱりお二人のお子さんやなと思います。佐藤さんのあお母さんや佐藤さんのお父さんやと思います。やっぱそれは、いややっぱそれはもう親父はまあ俺親父の方だから、俺の性格は。いや弟はな、うん、おばあの方だから。あそうか、うん、弟が行くから、うん、あいつは早く会社辞めさせて飲みやらせん。うん、よくやってくれるの。ああそうなんですか。黙ってね、うん、もう小さい時からいるから仕事の状況を見てて、うん、今どこやってんだとか、うん、なんか遅れてんじゃないのとかって。お店残念からうちになっとる。川上の忙しい時期出張なんか行きやがって。でもお子さんの時は私運転できないから、うん、もうよく分かってて手伝ってくれる。へえ。会社行く前でも何でもほら荷物運んでとかさ、もう畑からもし人手がないとき、ちゃんとやってくれる。嫌だなって言わない。息子さんお二人とも優しいんですね。うん、優しい。ね、親孝行もんですね。なんかです？うん？こっちに優しい。仕事してもらわないと困るんだから。うん、まだまだ。まだまだ。小木使ってばっかでは。でも、お母さんはこう、そうだな。まあ和也さんが一組やってる分には一組やるけど、他にはちゃんとやるのはダメでしょう。仕事だし。仕事だし。仕事だもんやんねえとダメでしょ。だって、ここまで来たからもう少しな、始まったばっかりだから。あとちょっとだ、このハウス全部建てて倉庫建てれば、あとはもうやっていくのみだ。ここ一棟一棟増やしてったんだもん、もう。ね、まだ新しいですもんね。これ立てな、ここが立て直す。そうやって屋根やんない。あ、そうなんや。飛ばさっちゃりなんだり、台風飛ばさっちゃりとか、ハウスも立て直しして。ああ。まあ昔見てくる手当たり次第立てねえで、どうあたりやりやすいようにとかっていう配置で。あ、そうなんや。立てて、計画的に。なるほど。お母さんお邪魔しました。はいはい、お体気をつけてください。ありがとうございます。すいません。はい、ありがとうございます。で、そっちにもう一つ今年建てから、へぇー。そこも、なんかネギ植えで、言えば、雪の中でも出せっかなっていう。なるほど、なるほど。へぇー。いいご両親ですよね、でもなんか優しい。皆さんこんなもんな。いいわ、微笑ましい。